皆さんこんにちは、マイクです。今日もですね、カヤックフィッシングを楽しんでいきたいと思います。まずはですね、ポイントまで向かいます。ダイソーのジグにワームをつけてみました。これでちょっとやってみます。水深は 2.4 メーターあります。そこをずる感覚が伝わってきますので、ちゃんとそこについていると思います。クランクですかね。これハゼクラという呼ばれているものですかね。これでやってみたいと思います。とりあえず魚探の反応はありませんけど、ハゼブシ君です。これでやってみたいと思います。今ですね、波に対して垂直に漕いでます。向かい風です。向かい風で波に対して垂直に漕いでますけども、まっすぐ進んでくれます。このカヤックの後ろですね、船底、船の底が、ラインがですね、溝が3つ入ってますかね、3つ入ってまして、深い溝が3つ入ってます。なので、直進性がいいんですね。これ実際に漕いでみない、荒波で漕いでみないとちょっとわからないことだと思うんですけども、かなりですね、水を切ってくれますね。パドルもそんなに力入れずに進んでってくれますね。これ向かい風なので、条件的には一番最悪な状態だと思うんですけども、向かい風ですと、なおかつ向かい風で、なおかつ波に対して垂直に、波の抵抗をもろに受ける状態ですので、横揺れはほとんどありません。縦にですね、上下にあるのはもう波が立っているのに仕方がないですけども、まあそんな状態で漕いでおります。パドリングはですね、大して力入れてません。軽くこう水面をなぞるような感じで漕いでます。でも、ね、少しずつですね、動いててくれますので、これ一生懸命こぐと、かなりこの状態でも直進性が良くて速度出ますね。クロダイが釣れたよ。クロダイが
これ。うん。